それでは、ブドウに水をまくをやっていきます。今回のミッションは、とある対象を暗殺していくっていうマーティンらしいミッションになります。今回もマンションからの出発となります。本日のお車はオペイロコトです。この車は SUV 系統ながら街に落ちてる車の中では比較的速度の速い車になります。私のようなケチなプレイヤーにはぴったりな車になります。基本性能も高いので、オフロードコースも走りやすい車になってます。オペイの車か、他の SUV に乗っていると出現しやすいので確保もしやすいです。売却価格も8500ドルなので、稼ぎにも使えるのもいいですね。問題があるとしたらブレーキが弱いので、このようにカーブでうまく曲がれないところでしょうかね。車体は頑丈で耐久も高いので多少ぶつかっても平気です。お邪魔します。堂々と門から入ったけど、ターゲットから遠いですね。まあいいや、なんとかなるでしょう。それで端のぎを開始します。銃声を聞くとターゲットは逃げ出します。もし手早く済ませたい場合は、先に畑に向かってターゲットを倒しましょう。護衛を倒したので、ターゲットに向かいましょう。こっちに向かってくる護衛を相手にしてますが、攻撃が当たってないので無理に相手にしなくていいと思います。走行している間にターゲットが遠くへ逃げてしまいました。良い子のみんなはこんなめんどくさいことにならないためにも、先に畑にいるターゲットを始末しようね。たどり着きましたが、ドライブバイに失敗して逃してます。マーティンですけど、まだ時間かかりそうですかね？やっと当たりましたね。なんでドライブバイを選択したんだろうか。ターゲットの写真を撮って、マーティンの愛人の家に行けばミッション完了です。はい、チーズ。このマドラッドの家って表記、愛人の家っていう意味を含めているみたいですね。なんかべったり横付けされてる。マーティンの家は2つあり、1つは農園にある豪邸トレバーが耳を噛みちぎったところ、2つは崖にある愛人の家ですマイケルが支柱を引きちぎって壊したところ。おっと、追っ手がやってきてたので相手にしましょう。追っ手はこの1台だけです。いつもの追っ手と比べて気合がないですね。追っ手と間違え撃っちゃってます。間違えちゃった、ごめんち。せっかくだからこのグレンジャーに乗っていくぜ。なんで等倍にする必要があるんですか？その場になければバレへんやろ。引きずってる、引きずってる。正直、この車遅いしロールも激しいので高速運転には向いてないです。マーティン、これ始末しておいて。しのぎ完了です。お疲れ様でした。以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もご視聴していただけると嬉しいです。